ミサイムさん、今回ね、分かりやすかったですね。タンパク質の摂取量っていうのの計算式は考えたことなかったですね。で、私の場合は85キロぐらいなんで、体重が。それを考えると、1キロあたり4グラムでしょ？だから350グラムぐらいのタンパク質取ればいいのかなっていうふうに簡単に計算できますよね。いや、これはね、ためになりますよね。ぜひね、こんな感じで、ミスター M さんの参考にしている分析もね、紹介していただけるといいなと思います。で、例えばカロリーの摂取量っていうのはどういうふうに決めればいいのかなと思うんですよ。最近私気がついたんですけども、コンビニとかの、何ですか、カレーパンね、あれ350キロカロリーあるんですよね。結構カロリー高いんですよ。だから菓子パンを3つ食べるともう1000キロカロリー超えちゃうんで、ペヤングのでかいやつね、焼きそばと同等ぐらいになっちゃうんで、ちょっとこれカロリー取りすぎかなーって感じですよね。まあ、ですんでね、1日のカロリーの摂取量っていうのも、体重かけいくらとかでね、出るやつだったら、ちょっと参考に知りたいなと思うんですけども、まあ、もちろんね、私検索してみればすぐわかるんですよ。すぐわかると思いますけども、ミスター M さんなりの見解が聞きたいなと思いますんで、あえて検索せずにね、今回聞かせていただければと思います。カロリーの計算というのはどういうふうにすればいいのかなってことなんですけども、いかがでしょうか。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。